京都ぶらり歴史探訪、日本仏教の巨人弘法大師空海に迫ります。京に残る数々の空海ゆかりの地を訪問。空海の拠点となった場所東寺や、空海が開いた修行の地高野山、神護寺では若き日の貴重な姿を拝見。こういうものがあるんですね。仁和寺で行われた空海が伝えた密教の儀式を体験。さらに芝翫さんが日本に残る空海伝説クイズに挑戦。はあ、すごいね。空海、京の都と高野山。京都ぶらり歴史探訪、6月17日夜8時。